私本当に犬が怖くって、一人でも頑張って営業しようって思ってたのに、あの子犬に目をつけられて追いかけられて、ただ逃げるばっかりで、もう私ダメダメです。私なんて貧相でちんちくりんで、アイドルとしても中途半端ですし、何をやってもうまくいかなくて、きっとこんな私がアイドルになったから天罰が下って子犬に追われたんです。うの担当でいいんですか？